アコギって本当にいいですね。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おっとりやギターです。本日もですね、素晴らしいギターご紹介させていただきます。本日はですね、マーチン好きな方、マーチンのヴィンテージがお好きな方、だけどお手頃なヴィンテージマーチンが欲しいなと思ってる方に、ぜひ最後まで見ていただきたい、そんなギターの紹介でございます。本日ご紹介させていただくのはこちら、マーチン D18 でございます。はい、こちらですね、1976年製となっておりまして、ヴィンテージモデルとなっております。マーチンといえばですね、 D28 が一番人気なんですけども、この D18 もですね、実は非常に人気があるモデルでございます。まあ、人によってはですね、マーチンはやっぱり D18 でしょうっていう方も実は少なくないんですね。それぐらい人気があるモデルでございますので、ぜひ最後まで見ていただいて、この D18 の魅力というのを知っていただければと思います。ではですね、早速なんですけども、こちらのギターのおすすめするポイント3つご紹介させていただきます。まず1つ目なんですけども、スペックコンディションでございます。はい、まずですね、ボディ形状なんですけども、おなじみのドレッドノートタイプとなっております。もう一番見慣れたスタンダードな形でございますね。はい、そしてトップの方がスプルース、サイドバックの方がマホガニーのオール単板となっております。ネックの方もマホガニーで、指板ブリッジの方はローズウッドとなっております。ブレーシングの方がノンスキャロップの X ブレーシングとなっておりまして、ノンスキャロップならではののぶといサウンド、ぜひ楽しみにしておいてください。約 645mm のロングスケールとなっておりまして、この70年代マーチンの特徴といえばですね、やはりこの SQ ネックとなっております。この SQ ネックならではのまたのぶといサウンドというのもぜひ期待しておいてください。ナット幅、こちらの方が約 43mm で、シェイプの方はですね、薄めの緩い V シェイプとなっております。薄めといってもですね、80年代ですとかそれ以降と比べますと、やはりこの SQ ネックということもありまして、ややがっちりめのネックというのも特徴でございます。ではですね、コンディションの説明なんですけども、まずマイナスポイントの方からご説明させていただきます。まずですね、こちらピックガードの方がおなじみのマーチンクラックというのが生じておりまして、それによって交換されております。はい、そしてクラックの方が1箇所あるんですけども、こちらの方はしっかりとリペアがされておりまして、裏からパッチ止めがされておりますので、ご安心ください。あとですね、まあ、分かりますかね、この辺りホールの周りの引き傷だったりとか、あと細かな打痕傷、あとはですね、まあ、光の加減で分かりますかね、このウェザーチェックというのがですね、入っております。はい、あとはですね、この40数年経ってる個体の割には、まあ、綺麗な方なんじゃないかなと思います。大きな傷、ダメージというのもですね、目立つものはあまりないですね。ネック裏のカポアートですとかも全くないと言っても過言ではないですね。非常に綺麗なネック裏をしております。このヘッドの先にですね、若干当て傷ありますけど、まあ大きな傷、ダメージありませんので、まあ比較的良品、外見は良品の部類だと思います。そしてですね、こちらの個体なんですけども、ギターの要とも言われますこのナット、そしてこのサドルをですね、新規交換させていただいております。そしてなんとこの消耗品でもありますこのフレットの方をですね、リフレットさせていただいております。オットリーやフルチューン詰めでございます。はい、それによってこのサウンドのポテンシャルをさらにアップさせていただいておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ネックのコンディションなんですけども、この SQ ネックでよくありがちな順反りだったりとか元置きっていうのもございません。しっかりとストレートに調整させていただいております。はい、そしてフレットの方もほぼ 100% ありまして、この弦高の方も適正にセッティング済みですので、安心してですね、末永くお使いいただけるヴィンテージマーチンとなっております。はい、ではですね、こちらのギターのおすすめするポイント2つ目でございます。サウンドでございます。お待たせしました。はい、このマホガニーギターならではの温かみがあって、ブライトで軽快になってくれるサウンド、そしてこのオットリーヤチューンを施すことによって粒立ちの良さしっかりと出ておりますので、ぜひ聴いていただければと思います。弦の方はフォスパープロンズのライトを使用しております。
はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。まずこの低音ですね。もうしっかりとこの太い低音、ノンスキャロップ、そして S 級ネックならではののぶとく深い低音、お腹にビンビコビンビコしっかりと伝わってきますね。素晴らしい低音です。そしてこの中高音、わかりますか？このマーチンならではのきらびやかで、この艶やかな美しい中高音、このやっぱマーチンならではですね、このロングスケールというのも非常に気持ちよくなってくれてます。リアチューンを施していることによって、この粒立ちの良さというのもね、感じられるんじゃないかなと思います。あとレスポンスも非常にいいですね。このマホガニーらしいブライトで軽快さっていうのもしっかり出てるんですけども、この音の奥深いサウンド、このマーチンらしいしっかりとしたこの艶やかで気品があるサウンドっていうのは健在でございます。製造から40数年経ってるってこともありまして、この乾いたヴィンテージサウンド、そしてこのこなれた感じっていうのがしっかりと出てる、そんな個体だと思います。ではですね、次は指弾きで弾いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。この1414、綺麗なサウンド、しっかりと出てくれますよね。この繊細な指弾きだったりとか、ソロ弾きからですね、ピックを使ったガシガシなコードストロークまで、これこそオールマイティの使いいただける、そんなギターじゃないかなと思います。はい。この D18、このマホガニーサウンドというのは、ある意味非常に標準的なサウンドじゃないかなと思います。この標準的なサウンドというのは、まあ、いわゆるですね、皆さんが今までずっと聴いてきた、このアコースティックギターの音の原点といっても、まあ、過言ではないんじゃないかなと思います。はい。もういろんな楽曲にも合いますし、まあ、歌物だったりとか、そういったソロ弾きだったりとか、もう本当にいろんなジャンル、幅広くお使いいただけるのが、このスタンダードなこの D18 じゃないかなと思います。はい。
ではですね、こちらのギターのおすすめするポイント、最後、3つ目でございます。プライスでございます。この D18、この70年代のモデルというのは、ユーズドの中では結構ですね、この弾数というのはどちらかというとある方です。ただですね、これだけのいいコンディションのものっていうのはなかなかないんじゃないでしょうか。最初にもお伝えしましたけども、このギターの要とも言われるこのナット、そしてこのサドル、そしてリフレットまで施したオットリーやチューンズに、この抜群のネックコンディション、そしてこの鳴りは、かなりお買い得だと思います。価格の発表でございます。はい、こちらのモデル21万円プラス税でお願いいたします。はい、かなりお買い得じゃないかなと思いますので、ぜひですね、お手頃なヴィンテージマーチンが一本欲しいなと思ってた方はこれを機会にご検討ください。非常に素晴らしい答えでございます。はい、こちらのですね、ギターの詳細、在庫状況につきましては、この概要欄にですね、J ギターのページのリンクの方が貼ってありますので、ぜひそちらの方からご確認の方をお願いいたします。はい、ということで本日はですね、マーチン D18 1976年製をご紹介させていただきました。このチャンネルはですね、アコギ好きな店主、私がですね、当店に入荷するギターをいろんな角度からご紹介させていただく、アコギ好きにはたまらないチャンネルを目指して日々頑張っております。はい、ですのでぜひですね、このチャンネルを見ていただきまして、なかなか面白いじゃないかと思った方はですね、チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントなんかですね、今日の感想なんかいただけますと本当に嬉しいです。はい、そして当店の方はですね、 LINE アットの配信のサービスともしております。この LINE アットの方では当店に入荷したばかりのギターを最速最優先で配信しておりますので、アコギが大好きな方、アコギをお探しの方はですね、ぜひ無料ですのでご登録の方をお願いします。ご登録していただければ、探してたギターが気がついた時には売り切れてしまったっていうのもありませんし、ご購入、ご売却、委託販売、リペア等ですね、気軽に私とコンタクトを取ることができますので、非常に便利でございます。ぜひご登録の方をお勧めします。はい、ということで本日もですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今ですね、この日本のみならず世界中で本当に大変な時期だと思います。私としてはですね、この経営理念でもあります、このアコギを通じて青春時代に戻るサポートをさせていただくっていうのが私の使命、仕事だと思っておりますので、今後もですね、皆さんに喜んでいただけるような、少しでも懐かしんでいただいたりとか楽しんでいただけるような、そんなチャンネルを目指してですね、配信していきたいと思いますので、いろいろ大変だとは思いますけども、私も頑張りますので、皆さんも頑張っていただいて、一日でも早い収束というのを心から願っております。おっとりやギターでした。本日もありがとうございました。お前できるできるできるだからで